ちょっと俺、おいこれ怖えよ。もうすごい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は、宮原かのんさん来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、あのインスタでは見てたんですけど、初めましてですよね。初めましてですけど、ね、私は試合も見たことありますし、はい、あのセコンドに疲れてる姿も見てます。あ、へー、おーそうインスタで見てて、はい、で、あのライズで試合ね、プロでデビューしてるよね。ほとんどラウンドガールね、うん、ね、そしたらいつの間にか試合に出ました。ラウンドガールからだって試合出た人がいるの？今までいないよね。聞いたことないもん俺。ブレイキングダウンで試合組まれたけど、バックで来ました。いや、でもちゃんとしたそのキックボクシングの団体とかで、はいはい、いや俺聞いたことないかも。すごいわ。いやすごい。いや本当すごい。いやすごい。怖かったです。仮面ライダーに登場されてらっしゃるんですよね。はい、仮面ライダーガッチャードの、明確な3姉妹クロトとして出演してます。おー、敵なんですけど。あ、敵役。はい、敵です。あ、敵なんだ、はい、ライダー側じゃないんだ。ライダー側じゃないんです。ライダー側じゃない。でも変身もしました。あ、見た俺それ。インスタで、あのなんか結構怖い感じの。あ、そうです。あ、あれいいの来た俺。あれね、はい、あれをやってるんだ。やってます。こう蹴りは出す。距離いっぱい出します。いつ放送で？毎週日曜9時からやってて、もうあと3話で終わりなんですよ。俺は急いで見なきゃ。何ちゃん何ちゃん何ちゃん。5ですね。5ちゃん絶対言いますね、はい、今すぐ要チェック要チェック。あ、そうだ、今映画も公開中なんですけど、こちらも出演してるのぜひお願いします。お願いします。見ます。それで何今日は？今日はですね、ハイキック対決をしていただこうかなと。ハイキック対決。はい。どういうこと、どういうこと、どういうこと。ですね、10秒間の間で、より多くの回数ハイキックをできた方が勝ちとします。はあ、なるほど、数ね。そうですね。威力じゃないですもん。俺ね、見てるよ、インスタで。すごい綺麗なハイキック。何あれ。上がるは上がるんです。ねえ、はい、あれ多分俺より打点高いと思うよ、多分。下手な話。木戸さんも相当高いですからね。俺も高い、俺打点高いで有名なんだ。有名なんだって言ったけど、あれでしょ、なんか北の方出身。あ、そうですね、生まれたのが秋田県。秋田県。でもほとんど東京育ちです俺、はい、46都道府県行ってて、はい、1個だけ行ってないの、秋田県。え美味しいものたくさんあるんで。いや、で俺47都道県目行ってなくて、はい、今月行くの。あのそうそう、大曲りの花火大会。あれ予約したの。最高じゃないですか。そう、やった。いいな。ぜひぜひ。最後に残させていただきました。ありがとうございます。行ったことありますか、あれ。ないです。よし。でも、もうこれ俺の勝ちじゃん。はい、結構俺の勝ちじゃん。いやこれ違うね、オッケー。一回ちょっとどれぐらい高さ出るかちょっと。ちょっと、ハイキックちょっと見せてもらって。高さ、こっちでいいですか。はい。これマジ打点高いよ。だってなんかすごっ、インサイドから来るもん。これ怖えよ。ちょっと試しにちょっと、やばい、もう当てちゃっていいけど。でダメえ怖いよね。あれこれね、でもマジでインサイドから来るハイキックだから、これこの間俺がイーロン倒したハイキックと一緒よ。普通のハイキックってこうやって打つんだけど、はいはい、インサイドからこうやって打つんだって見えない。そのハイキック、なるほどね、はい、これでいや負けない。俺もだってこれ俺出せる、インサイドハイキック。じゃあ早速対決しよう。はい、はい、OKOKOK、はい、絶対負けません。女に負けたら終わってんだもん、格闘家やバカ野郎め。いや今の時代あんま負けられないだろめ。そういうこと言っちゃいけないね。これちょっとやめよう。じゃあ10秒で浮かして、10秒で浮かしていきます。はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。では、いきます。はい、スタートで始めてください。はい、ファーストそうそうしちゃってる。スタート。
宮原選手の記録は17回ということで。17回、なるほどね。これがいいのか悪いのか分かんない。2秒以内に1回蹴ってるよね。2秒 1. 点何秒で蹴ってるね。いえ、いやいや、そうだ。10秒なんで。あ、そうか、1秒切ってます、はい、あ、そうか、俺が一番アホだって。30秒蹴るのか、そういうことか。おお、そうか、お、やば。じゃあ、映画リングスタートに入れてください。そこまでね、止めてください。スタミナはキロさんの方が切れてます。あのね、はい、違う、これね、マジ言っていい、はい、ねえ、俺ハイキック連だって今思った、蹴ってみて思った。俺やったことないわ。へえ、うん、あのミドル連打とかやったことあるけど、そうですよね、ハイキック連打ってやったことないと思いながらやってた。あれ、俺これやったことないかも。だってハイキックって連打しないもんね。そして俺負けたね。真剣にやったよ俺。はい、マジか。ハイキック連打できねえ。できねえよ。検証結果、おう、木戸さんの結果15回、宮原さんの結果17回。やったー、勝てるものがあった。俺はもうちょっと、もう俺もう本当にただただ普通に負けた。俺本気だったもん。すごいわ、すごいすごいすごい。いや、俺でも見てて思ったの、俺、あ、これちょっとやべえなと思った。あのハイキックの俺蹴ってる時のこのバランスがすごいの。ああ、うん、俺あんなに蹴れないわと思って。しかもなんか全然疲れてなさそうな。疲れたんですけど、多分軸倒せないんですよね、逆に私。この位置じゃないと蹴れなくて。あ、これができるから早いんだ、これが。そうなんですね、これが多分この1戻すのがないから。11 腰引いてました。それが敗因ですね。はい、木戸さんの。マジかー。いや、でもすごいわ。いや、すごいすごい。普通に負けたわ。ありがとうございます。ね、はい、じゃあ次の競技行こう。あの木戸さん。はい。罰ゲームが残ってます。はい、もういいです。はい、行きましょう。マジ？ちょっと一回サンドバッグ、うん。蹴ってみてもらえますか。あ、ちょっとどのぐらいのパワーでいくか、うん、っていうか、その前にちょっともう一回ちょっとあの蹴りを見たいわ。もう一回ハイキック、ハイキックで連打。あ、もうね、あのもうこれ今の見てわかると思うけど、俺ね、ハイキック連打って言ったら俺これへん蹴ってんだよ。あー、確かに。そうで、あのね、カノンちゃんこれへん蹴ってるもん。もうちょっと違うわ、もうやってることは。こういうことだもん。確かに。こういうことだよ、こういうことやってんね。これか、これか。いや、でもこれ分かったわ。俺これからあの誰かと対決するこれでやるわ。もう分かった、分かった、分かった。あ、軸を。うん、カノンスタイル。カノンスタイル。だノッコンテラザドルと対決するでこれやる。ノッコンさんに負けないでしょ。まあ、ハイキック対決。ノッコンテラザドル絶対これ負けない。これ絶対勝つから。これやろう、これだな。わかったわかった、もうこれカノンスタイルよ、これでいくわ。よし、じゃちょっとどんくらいの威力でいけるか、ちょっと上の。おお、それ腰じゃない。あ、もうちょっと高い、もうちょっと。ちょっと、やばくない。やばいや、これやばくない。あのなんかあのイベントとかそういうのでタイキックって蹴ったことあります？ないです。これやべえやつ、これやべえやつ。僕キャスティングミスだよ、絶対キャスティングミスだよ。ダメでしょこんなの。いや、でもちょっとね、加減が難しいかもしれないですね。はい、はい、まあでも木戸さん強いんで、はい、一番最初の、うん、あの相手としてはちょうどいいかもしれないですね。まあ、木戸さんが、まあ、俺初めての人ね。そうそうそう、タイキック初めての人。初めて、はい、お願いします。すいません、頂戴いたします。お願いします。頂戴します。はい、ここですね。いきます。ここね、ここですね。はい、いきます。はい、あーっ、おっと、おっと、いってちょっと待って、やったら痛い。いっ、結構言うな。いって
最高ですね。マジで痛いぞ。自分もなんか思ってた倍ぐらいちょっと違うよね。ハイキック素人だな。超めっちゃ痛かったけど、あの三原香音ちゃんの、はい、チャンネルでも、はい、コラボさせていただいてるんで、ありがとうございます。お願いします。ね、皆さんね、ここのね下のところね、ぜひぜひね、見てください。あと次ももう一回ねコラボさせていただくんで、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。もしこの後僕が痴漢撃退されたとするのならば、チャンネル登録よろしくお願いいたします。